はい令和6年第1回担当式本試験管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレック専任講師尿名ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ、今回の管理会計論について簡単に振り返っていきたいと思いますまあ、今回の本試験に関しましてはまあ、前回の5月の本試験とおおむねレベル感についてはねまあ、変わりはないのかなと思います 前回の試験ぐらいのレベルっていうのを想定して受験に臨まれた方にとっては、まあ、そんなにサプライズのある内容ではなかったのかなというふうに思います。まあ、具体的な目標点数としましては、まあ、63.2点っていう点数を、ねまあ、今あの試算をしておりまして、まあ、具体的なその計算のプロセスとしてはこちらになるんですけど、まあ、いつもそうなんですけども まあ各問題ごとに正答可能性、まあ、高中・低の3段階評価を行っていて、まあ、高のものには正答率80%、中のものには50%、低のものには20%っていうのを乗じて期待値を求めたものがこちらの点数ということになりまして、まあ、具体的な問題数でいうならば、まあ、理論で8問のうちの6問、まあ、計算だと8問のうちの5問っていうところが目安になってくるかなと思います。 理論でで分分のの計算で5分の8、まあ、これだけね回答することができていれば、まあ、ボーダーは超えてくるというところでまあ現時点においてはね、あのーまあ、それを高いと見るか、まあ、妥当だなっていうふうに感じるかっていうのはな人それぞれなのかなというふうに思いますけれどもただまあ今回の試験についてはねまたあの後ほど、まあ、全体のね、まあ、合格ボーダーについてのご案内はあるかと思いますけれども、まあ、受験者数も増えておりますし 前回の試験問題とまあむねレベル感も変わらないってことを考えると少しね前回よりは管理会計単体で見た時のボーダーっていうのは高めになってくる可能性はあるのかなと思いますんで60点半ばぐらいの点数が一つ基準にはなってくるのかなとは思います。皆さんが今回の本試験 まあ受,け受けられてね、まあ、どういうふうな印象を持たれたかっていうのは、またそれも人それぞれだとは思うんですけども、ただまあ、私個人としてはね、まあ、結構今回については、全体としてはいい問題だったのかなというふうには思います。まあ、というのもね、計算問題であのもうはっきりと難しい問題とかっていうのがあるわけではなくて、大体どれも正当可能性、まあ、中から高まあこのレベル間に入ってきますんで。 低い評価をしているものもあるんですけどもただまあそれも構造的に難しいのかというとそういうわけでもなくて、まあ、ちょっと計算の手数がかかるという意味で正、ね、当、まあ、可能性定義にしているだけなので、まあ、今回については、まあ、しっかりとこれまで勉強されてきた方であれば時間無制限であれば、ね、どの問題も解けなくはないのかなと、まあ、ちょっと問題の14の、ね、経済的発注量絡みの計算については まあややねひらめき的な要素っていうのがあの必要とされる部分はあるんですけども、まあ、それでも考えてできないっていうレベルの問題ではないのかなというふうには思いますんでね、まあ、今回に関してはこういった大体中ぐらいのレベル間の問題っていうところがあのたくさん含まれていて、まあ、得点の分布っていうのが出た時にね、まあ、かなり実力差が反映されるようになってくるのかなとは思うんですよだからある意味いい問題だと思うんですねあの まあ何を持っていい何を持って悪いっていうのが難しいところではあるんですけどただやはりねもうはっきりと誰が解いてもまあ解けるものとはっきりと誰がやっても解けないものっていうふうに、まあ、極端な話そういうふうにね簡単な問題とむちゃくちゃ難しい問題で問題が構成されてしまうとね、まあ、その中間層っていうのが分布の方に反映されなくなってしまいますんで、まあ、こういう試験問題だとね 試験自体を実施する意味がなくなってくるわけですけども、まあ、今回のような問題であればねあのかなり普段の予備校のね当連においてもいい点数を取れいている方であればあの普段の実力をちゃんと発揮できればね、まあ、高,い高い点数っていうのを期待することができるような内容となっておりますのでまあ講師の立場からすると結構いい問題だったんじゃないのかなというふうに思うところではあります、まあ、理論についてもそんなに奇をてらったものは何も出題されていないっていうところになりますんでね まあ、一問一答問題集やテキストの読み込みっていうのをしっかりとやられていればねあの特段、まあ、これが難しいってものはなかったのかなとは思いますけども、まあ、2問ミスぐらいはね許容されるとは思いますけどもあの全然満点の方もねあの一定数いるところなのかなというふうには思います、はいまあ、少しねあの厳しい評価に感じてしまった方もいるかもしれませんけどもあの、まあ、管理会計はね、まあ、ことのほか あのー、試験が終わった後のそういった出来とかを、ね、聞いたときに、あの今回のレベル間の問題であればね、ねおそらく、まあ、こちらが思っているよりも、ねあのー、できているという方がね、まあ、多く出てくるのかなというふうには思いますので、まあ、60点半ばぐらいというところがねやはり現時点において予想されるボーダーかなというふうには思います、はいまあ、以上がね、あのー、簡単な全体のボーダーに関するお話となりまして。 まあ今から各問題について簡単なあの解説の方をねしていきたいと思いますので、まあ、もしあのご不明点などがね、まあ、出てきた問題については、まあ、今回のこの解説動画でねちょっと確認をしてもらえればなと思います、はい、でちなみに各問題について簡単な、まあ、コメント的なものは載せておりますので、まあ、もしあのご覧になられる方はね、まあ、画面の方を止めてみていただければなと思います ちなみにまあ今回計算ではっきりと簡単だったのはまあ、問題の10番ぐらいですかね。財務情報分析の問題っていうのは、あのこれはっきりと平易な問題だったかなというふうには思いますので、まあ、問題の10はこれ絶対間違えてはいけない問題だったかと思います。まあ、それ以外の問題については、結局どこに時間を割くのかの世界になってくるので、まあ、時間を割いてまあ、回答に着手した問題。そこのまあ回答精度が。 求められるねそういういい内容だったかなと思います、まあ、どれが難しいってわけでもないんでね、まあ、どれも大体同じぐらいのレベル感の問題になってるかと思いますからもう人によって解いた問題が違うんじゃないかなというところです、はいまあ、個人的にはね原価計算分野の方が相対的にちょっと難しかったんじゃないのかなとは思いますんでね、まあ、管理会計分野の方が比較的、まあ、点が取りやすかったような印象はありますかね。はい まあ、とりあえず各問題見ていきたいと思いますけれども、まあ、こちらまず問題1から確認していくともういつも通り原価計算の理論の問題で、まあ、問題1はね割といつもまあいつもってわけでもないですけども、まあ、難しい年が多かったりするわけですけども、まあ、今回はね非常に簡単に正誤判断ができる問題だったかと思います。もうあななんかかかか行目から、ね、明らら明間違いですからね 技術的に達成可能な最小創業度なわけないですよね。最大創業度ですかね、理想標準っていうのはね。まあ、想定される創業水準っていうのは実際的生産能力、まあ、これを前提としているわけですから、最大の創業度です。で、絵についても正常原価ですね、これは比較的短期ではないですよね。まあ、当連とか、試などにおいても、ね、似たような選択肢っていうのは取材していますけども、これ比較的長期ということになりますんでね。もうはっきりと、あと絵が誤りですから、まあ、これは 4番が正解ということになりますね。はい。で、次の問題の2番、費目別計算で材料費会計からの出題ですね。まあ、ちょっと似たようなね。計算問題は当連でも出していたかと思うんですけども。まあ、この材料の購入原価の計算において、まあ、今回2パターンの計算が求められていますね。 材料副費を一括配布するのかあるいは費目別配布をするのかっていうねこの2パターンの計算が問われていてまあ面倒くさい問題だと思いますまあ落ち着いてやればね別になんてことはない問題ではあるんですけどまあしょっぱなこの問題に着手するとねまだエンジンがねかかってない状態で取り組むことになりますんでなかなか頭の中にねこういった資料が、まあ、情報として入ってきづらい内容だったのかなというふうには思います まあ単純に割と情報量多いですからね問題の形式としてもこういったね、まあ、選択肢の正誤判断を問うような形式になっているんで計算の項目がね、まあ、かなり多いというところが特徴としてはありますのでまあエンジンかかってない状態でこの問題見たらおそらくね 正解できた方まあ10分かけてるとちょっとかけすぎってところではあるんですけどもただまあそれで正解できていればねあの別にいいとは思うんですが、まあ、かけた結果間違えてるってことになるとね結構目も当てられないところではあるんでまあ実践的にはねまあ飛ばした方が結構多いんじゃないのかなって気はしますけどもただまあ材料費会計だけで問題が構成されているので。 ま、異目別計算っていうのはこういったね。まあ、テーマがぶつ切りの問題っていうのはまあ、そんなに構造的に難しくなることがありませんのでね。まあ、本当に時間のかけ方の問題になってくるのかなと思います。でも、一応解説も作り終わっていますけども。まあ、材料、副費を一括配布する場合の計算がこちらですね。まあ、予定の配布率、まずこの資料2番ね。まあ、この材料、副費の予算額っていうところを合計金額求めてあげて。 これを年間の購入数量予定の購入数量で割り算してあげれば予定の配布率、まあ、一括配布率っていうのを求めることができます。1段あたり100円っていうのが求まりますんで、まあ、これを用いて材料 A と B に対して予定の配布っていう手続きを行ってあげればいい。 まあ材料 A こちら送り状価格が46万800そこから値引きの金額4800っていうのを引いて今求めた予定の配布率100円に1200単位を掛け算すれば材料 A の購入原価計算することができる、まあ、A の計算ができて B ができないってことはまず起こりえませんのでもう A だけ確認していきたいと思いますけども、まあ、この57万6000を1200単位で割れば1単当たり480円っていうのが求まりますそして材料副費の配布債については まあこの単価100円に、まあ、この A と B の購入単位ですね、まあ、合計3000単位を掛け算しそこから実際の材料副費の発生額この資料4番の金額合計っていうのを引いてあげれば材料副費の配布債の金額、まあ、36,350円の貸し方債有利債っていうのが求まりますよと、まあ、選択肢の案についてはこの A の購入単価の計算が間違えてる計算結果間違いということになりますんで。 480円が正解なんでね、あについては×ですよと。で、ついでに、うについてね、購入数量を用いて材料福費一括配布した場合の材料への購入原価、まあ、58万800ということで、まあ、これは、うについてもね、まあ、これは間違いということになりますんで、あの今計算したとおり、材料への購入原価はこちら、57万6千なわけですから、 これあとうが誤りなわけですよだから実はねあのこれ冷静にこんなことね考えて回答に臨める方少ないとは思うんですけどまずその選択肢を見てねこの「あと」うっていうのが一括配布に関する正誤判断が問われているというところで、まあ、一括配布だけとりあえずねあのやってみてそれで正誤判断できないかどうかっていうふうに、まあ、回答に臨めた方は、まあ、そんなに時間かからずに 正解にたどり着けるっていう内容だったんですねこの比目別配布をするとまあ面倒なんでね単純に計算の手数が増えますからもう一括配布だけで正誤判断できないかどうかっていうのをまず試してみた方にとってはまあ実は時間かからずに回答にたどり着ける内容だったんですまあこの辺りはねそんな実践的にね冷静に判断して回答を望める方はほとんどいないでしょうからまあ ちょっとね私の願望が含まれたようなね、まあ、そういった回答の方針になってくるのかなというふうには思いますけどもただまあ実践的にはそういう切り方ができる問題だったんですねもう糸へは計算するまでもなく丸だという判断で、まあ、次の問題に移ってあげればいいと、はい、でまあ一応ねひ目別配布についても見てあげるとこちらですね この引き取り運賃と研修費については購入数量ですね、これを基準に配布するということなんで、まあ、年間のこちら、まあ、予算額、引き取り運賃と研修費合算してあげて、まあ、これを年間の予定の購入数量で割れば予定配布率25円、まあ、購入事務費は注文回数を基準に配布するということですから、まあ、この年間の注文回数24回と36回ですね、合計60回で割ってあげれば予定の配布率が求まる。 保管料については送り状価格で配布すると言っているので、まあ、こちらの合計金額で保管費割ってあげれば予定の配布率が0.15円というのが求まりますのでこの日目別に設定された予定の配布率に、まあ、実際の購入数量やあるいは実際の注文回数送り状価格というのを乗じてあげれば予定の配布額というのが求まり、まあ、これを送り状価格に加算してあげて、まあ、購入代価に加算してあげて、まあ、合計求めてあげれば 材料 A の購入原価はこちら B の購入原価はこちらになりますよと、はい、もうあとは流れ作業ということになりますので、まあ、こちらのね、まあ、計算プロセス、まあ、確認をしていただいて間違えてしまった方はどこが間違いだったのかっていうのをね見直しを進めてもらえればなと思います、はい、よろしいでしょうかで次に問題の3番移っていきたいと思います 思いますけどもまあこういう形式の原価計算分野の理論問題っていうのはちょっと久しぶりな出題ではあるんですけどもまあ穴埋め形式の問題でまあ基準16番の内容ですねこれがまあ頭に入ってるかどうかを問うような問題となっております。まあ内容的に別に何が難しいってわけではないんですけどちょっと穴埋めをする箇所が多いですね。あのの多いので 結構時間かかるとは思います普通の理論問題と比べてみて、まあ、回答にたどり着くのに、まあ、倍以上の時間はかかってくるのかなとは思いますんでねまあ焦ってるとねちょっとなかなか正解にたどり着けないんじゃないかとは思いますねまあちょっと言葉悪いですけど非常にまあ邪魔くさい問題ということになるかとは思いますただまあ,あの原価計算の基準なんかをね、まあ、直前期に、あのーまあ、基準の原文なんかもね ある程度目を通していた方であれば比較的、まあ、穴埋めはしやすい内容なのかなというふうには思いますのでまああのかなと思います、はいまああのー、穴埋めで何が入るかわからないところがあった方はね基準16番っていうのを確認してみてください、はい、で次の問題4ですけれども まあこれがね、今回、一応正当可能性低とはしたんですけれども、まあ単純に、まあ割と資料も多いですし、まあ計算の手数もそこそこかかる問題ということになりますので、まあ時間かければね解けない問題ではもちろんないんですけれども、まあ限られた時間の中だとね、焦ってしまって間違いが起こりやすい内容だったのかなとは思います。まあ、結構焦りますよね 補助部門費の配布基準とかどこにあるんだろうとかね一瞬このページだけ見てるとねあの分かんないわけですけども、まあ、次のページで、まあ、こういった文章でね書かれていて、まあ、このあたりもちょっと珍しいんですよね。だいたいまあ,あの予備校の当連とかあるいは問題集の問題とかでもそうなんですけど、まあ、こういうね補助部門費の、まあ、配布基準なんていうのはあの表形式のデータみたいなものが示されているのがね通常ですので。 まあ普段そういったものに見慣れている方にとっては、ですね、まあ、このページだけ見て、どこに配布基準があるんだろうなっていうふうにね、あのー、ちょっと悩んでしまった方がいるんじゃないのかなとは思うんですけども、まあ、冷静にねそこはちょっと計算の条件っていうところをね読み進めてもらいたいところではあったと。まあ、内容的にはね、あのー、製造部門における 製造間接費の配付債の金額について問われているだけなんで、計算項目自体はね、まあ一個ということになりますね。で、ただ、まあ、これもね、実践的な解き方としては、はじめに選択肢をパッと見てね。まあ、大体この選択肢だと、まあ。この製造間接費の配付債の合計金額についてね。まあ、正誤判断を問うような問題なんじゃないかなっていうふうな。ちょっと当たりはつけることはできなくはないので。 まあこれもまあできなくはないと言ってもあの私の立場だからそう言えるだけなのかもしれませんけどもただまあ明らかにね、まあ、この各製造部門の配布債の金額よりもこの合計金額の方がねちょっときな臭いじゃないですかだからまあ合計のところから求めるとこの工場全体の製造・間接費の配布債の金額を求めるっていうのは、まあ、問題集の問題でもね、まあ、類似の問題が掲載されているので、まあ、その回答アプローチっていうのをこの問題についても適用してあげればよかったということになります 具体的に製造部門からの予定の配布額とこの工場全体の製造・間接費の実際発生額との差を取ってあげれば全体の配布債の金額っていうのを求めることができるんで第一製造部門第二製造部門の予定配布率っていうのをまず求めて予定の配布率に実際の創業度を掛け算した実際の予定の配布額から実際の発生額を引いていけばいいと。 ただまあ実際の発生額についても今回はね第2製造部門で子孫が生じていてそれを間接経費処理を採用している形になりますので、まあ、そのことが資料4番の括弧2のところに指示がありますからこのナンバー2023の1とナン、no. バー2123に集計された金額これについてね まあ第二製造部門に対して振り替えがなされてそれが製造間接費の実際発生額の一部を構成することになりますからその前提で計算をしていかなければいけない関係でまあ計算の手数がまあやはりかかる問題ということになるんですよ。まあ、とりあえずこちら解説を見ていただきますとここのまあ予定の配布率の算定は大丈夫かと思いますけどもこの原価計算表 作るとこうなりますよとちょっとまた数字もね、あのー、1円単位までね0、まあ、ではなく具体的な数値が設けられているんで、まあ、この辺りのねちょっと数字の汚さでね、まあ、系列ミスっていうのが誘発されやすいねそういった仕様なのかなと思います。 とはいえね落ち着いてこの原価計算表を作っていただいてこのナン、no. バー2 0 2 3の1と2123ですねここに集計された金額、まあ、こちら求めてあげるとこれが実際発生額の一部を構成することになりますとだから工場全体の製造・間接費の実際発生額というのはこの資料3番に示されたこちらの金額合計にこのバ、no. ー2 0 2 3の1と2 0 2 3で 123のののここちらの金額でですすね、まあ、これを加えたものです、まあ、具体的にこちらの3式で実際の発生額が求まるわけですけども予定配布額からこの金額を引いてあげれば工場全体の製造・間接費の配布債が求まるんで、まあ、この金額まさにね選択肢の4番で示されていますから、まあ、4番が正解ということになります。はい まあ、もちろんね、各部門ごとに、間接費の配布債を求めるっていうのが正攻法ですからあの、それを地道にやってもらってもね、まあ、そんなに大きく時間がね、かかるわけではないんですけども、あのそういうふうなね、回答している方がほとんどかとは思います、はい、もう落ち着いて対処できたかどうかがすべてかなと思います。はい よろしいでしょうか。で次のところ今度問題の5番見ていきたいと思いますけども、まあ、問題の5番は等級別総合原価計算からの問題ということになりましてまあこれはねあのかなり平易な問題かなと思います。ただまあこれもね慌ててるとまあ,あのケアレスミスがやはりね まあ生じやすい、まあ、総合原価計算は全般に言えることではあるんですけどね、まあ、今回平均法に基づいた原価配分が問われているというところで、まあ、結構ね、あのー、平均法問われているときにさっきり先出しを適用したって途中で気づくみたいなパターンも、ね、間違いとしては割とあったりはするんでね、まあ、この辺りはもう気をつけるほかないところではあるんですけれども。 まあ今回まあ変わってるところとしてはまあ日ケースを自分で設定するところから始めるというところで、まあ、この X 製品標準材料消費量が5 0キロ y が3 5キロなんで、まあ、X を1と置いたときに Y はこれ0.7ってことになりますね、まあ、別に5 0キロと3 5キロそのまま掛け算してね計算してもらってもいいんですけども、まあ、当月の製造費用を半分してもらって構わないんですけども一応小さい数値でね計算した方が進みやすいと思うので まあ1対と、これが原料費についての投下係数。加工費だったら1対0.9ですね。まあ、これを投下係数として適用し、この当月の原料費と加工費を各等級製品に安分する。そして安分した金額と月初仕掛かり品の原価ですね。まあ、これを合算し、平均単価を求めて完成品や仕掛かり品に対する原価配分をやっていくと。 まあ具体的な計算としては、こちらですね。こちらまあ、当月の製造費用の安分額っていうのをまずこういうふうに求めていただいて、月初仕掛か,かり品の金額と合算して総製造費用を求めて、あとはまあボックス計算ですね、この平均法を前提とした、まあ、こちらのボックス計算をやっていただければ OK と。まあ、製品 x ができて y ができないってことはまず状況として起こりえないかなと思いますのでまあ復習される方は製品 x だけ、まあ、確認してもらったら十分かとは思います、まあ、X の完成品単位原価は2万 9000y は2万1900ですから両者の合計は5万900円ということになりますねはいよろしいでしょうか、まあ、以上がこの問題の5番です、まあ、シンプルな 問題かなとは思いますで次問題の6番ですけど、まあ、これももう「あ」と「い」が明らかな誤りなんで簡単かなと思いますが、まあ、基準の22番の基準十二番に関する問題なんですけど「まあ」についてはこれ等級別総合ですから「一種製品ではなくて当然同種製品ってことになります。で e、について まあ投下係数この等級別総合原価計算っていうところを行うときに、まあ、この販売価格に着目してて係数設定すするっていうのはこれ NG ですよね、まあ、連産品の計算と違いねあくまでも等級別総合っていうのは、まあ、原価発生原因主義に基づく、まあ、価値移転的な原価計算の範疇に属するね計算手続きですから、まあ、原価の発生と、まあ、関連のあるね、まあ、そういう項目に着目をして等価係数を設定する必要性がありますから。 倍加っていうのは別に原価の発生と関連性はありませんからね。まあこれは負担能力に着目していればね、倍加っていうのは正しいですけれども、まあ原価の発生に着目をしていく形になりますんで、倍加っていう時点でおかしいと、だからウトエが正解です、はい。まあこれはもう素早く正誤判断したいところです。もうあと意、e、を読んだ段階で6番正解と選んでほしい内容ですね。で次の問題7。 まあ、あについてはね、特段問題ないと思います。まあ、当座標準原価ですね。まあ、その特徴についてね。正誤判断が問われてますが、まあ、何も問題のない記述になっているんで、正解と。 で、「う」についてもね特に何も問題はないんですけどもただまあ経営学の学習っていうのをねまだやったことない方にとっては、まあ、このフレデリック・テイラーとかっていうのがね、あのー、出てきたとしても、まあ、何言ってるんだろうっていうふうにちんぷんかんぷんなのかなというふうに思いますんで、まあ、この辺りは先にね、まあ、経営学の勉強なんかをちょっとやられていた方の方がねあの有利に働くような選択肢になってるかなっていう印象はありますね。まあ有利ににななるるるっっっっって言っててててて言も、も、こののついいね、自信を持って正解でできかかどどうかっていうのが変わってくるだけなんですけんす まあ少なくとも絵は確実に間違いですよね、まあ、この原価統制ではなくてこれ原価改善ですからね、まあ、明らかな誤りってことになりますし絵、まあ、についてはねここがまあちょっとねあのこういう問題っていうのは、まあ、正当率がね相対的に他の選択肢よりはね下がってくるのかなというふうに思うんですけど、まあ、実際生産量と、まあ、これは標準ぶどまり率から計算された原料投入量を 標準配合割合で分けた原料別投入量これまあ普段ね原材料のぶどまり配合剤分析を行うときに、まあ、こういう数直線上に、まあ、下書きを作ってここがまあぶどまり剤とかここが配合剤という形で、まあ、計算をするかと思いますけども、まあ、配合剤の計算についてねその計算プロセスが問われているんでまずここの S'9 と今ね私のこの下書きだと表記をしていますけども、まあ、これの計算についての記述になっているかどうかを確認する必要性があるわけですよね。でその時にこれ標準ぶどまり率っていうのを前提に計算をしているわけですけどここは標準ではなくて実際のぶどまり率を前提にしたね実際のぶどまり率を前提とした、まあ、要は実際の消費量の合計に標準的な配合の割合を乗じて各原材料別のこの S'9 の値っていうのを計算することができるので。 ここはもう標準っていうところが誤りってことになります。はいまあ、配合債の計算のプロセスを表す文章としては正しくないなと。だからあと「う」が正解というところになりますね。まあ、とはいえ、まあ、この問題の7に関しましては「まあ、あのい」のところでねちょっと自信を持ってあんまり正解できなかった方が。 他の理論問題に比べると多いのかなと思うのでまあここで間違えるっていうのはまあある意味仕方がないところではあるのかなと思いますんで、まあ、最悪、まあ、原価計算分野ここの一問で間違えても仕方がないかなと、まあ、問題3かあるいは問題7かで、まあ、どっちかでね一箇所間違いが生じるっていうのは仕方がないかなとは思いますさっきのね 等級別総合の理論とはじめの問題1っていうところはあそこはもう確実に正解したいところなんでねそこの2問を拾って問題3かあるいはこの問題7かでどっちか拾いたいかなって感じですはいで次の問題8これまあぱっと見簡単なんでねあの結構着手した方が多いんじゃないかなと、まあ、個人的にまあこうでも正当可能性こうでもいいのかなとは思うんですけどもただまあ一応ね あの基調方法について明記されていないっていうところで、まあ、柔軟にあのみんながみんな対応できたのかって言われると、まあ、ちょっと、まあ、クエスチョンマークがつくというところで、まあ、かなり高に近いね中になってくるかとは思います相当高よ寄りの中ではありますねでまあこの問題ね基調方法があの書かれていなくて、まあ、どういう基調方法を採用しているかがわからないんですよね まあ少なくともシングルプランではないってことは確実ですよね。仕掛かり品勘定において原価債が認識されているんでね。だからまあパーシャルか修正パーシャルかどっちかなって感じなんですけどもあのまあ実際に見分け方としてはねこの単価面の債がここに記録されてるかどうかなんですよね。その価格債であったりだとかあるいは陳列債っていうのが記帳されてるかどうか。まあ、今回ね材料の消費価格債っていうのはこれまあ0円なんで。 746円に2670掛け算しこちらの実際の直接材料費を引いてあげれば価格債が求まるわけですけども、まあ、これ0円なんで、まあ、価格債はどのみちまあされないわけですからじゃあ今度陳率債見てあげると 1820×1746 そこから317万9530っていうのを引いてあげれば陳、まあ、率債の金額1810円の不利債というのが 求まりますんで、まあ、この仕掛かり品勘定において1810の金額っていうところが、まあ、この勘定科目名、相手勘定科目名がブランクになっているところにおいても、記録がなされておりませんので、陳列債が記録されていない以上ね、まあ、これはパーシャルプランだろうというね、まあ、そういう判断に基づいてね、回答を進めることになります。でもあとはもう、基調方法が分かればね、難しい要素はほぼないんですけど、 まあ、C というならばね今回固定予算を前提とした分析をやっていかなければいけないので固定予算に基づいた分析ですね。製造間接費のの管理標準ととしてて固定予算いいうをを用るいいることを前提に分析する必要性がありますでそれは何も言及はされていませんけれどもあの製造・間接費について特に変動費と固定費の内訳なんかが示されていない以上ね公式を変動予算っていうのを適用することができないわけですから。 まあ固定予算をを使っった再分析、まあ、これをやってるんだとといいいう、ねまあ、そういうねそ判断にに基づいて回答を進めることになりますだからちょっとこの問題はねあえてそういう計算の条件なんかを文章としては示さずに、まあ、自分で判断させるようなね、まあ、要素を含んだ問題となっておりますのでまあ正当可能性は一応ねそういった意味で中という評価になっていますただまあできる人にとってはね別に全然中じゃないだろうと。 いうふうにね感じるところではあると思うんですけど、まあその方はしっかりねあの勉強されてきた証拠ではあります。でも各計算項目は別にどれが難しいわけでもなく、まあ標準消費量を計算するのであれば、まあ当月のまあ投入数量に対して1単あたりの標準消費量ですね。まあこちらの物量標準3キロっていうのを掛け算してあげれば、まあ、標準消費量が求まりますし。 標準作業時間であれば当月の加工換算量に対して、まあ、こちらの2時間っていうのを掛け算すれば標準作業時間が求まりますから、まあ、あとの再分析やあるいは仕掛かり品の評価についてはこちらの計算っていうのを参照してみてくださいよろしいでしょうかまあ以上が問題8ということになりますで次問題9ですねまあこれはね あの過去問なんかしっかりやってた方にとっては比較的切りやすい問題だったのかなというふうには思いますもうはっきりと「あ」と「絵が誤りですね「絵なんかもう絶対間違いじゃないですか管理会計、まあ、このシステム構築をするときに企業独自の工夫は最小限にすべきなんてことは絶対にありえないわけですからね、まあ、このはもう過去問やってようがやってまいが別にすぐに切れるところではありますけどもまあ「あ」についてはねまあもっぱら事業部制組織において適用されるということで まあ、一般的な話としてね職能別組織と事業部制組織っていうのがあった時に相対的に事業部制組織の方が文献化が進んだ組織というふうにね、まあ、説明がなされるわけですから、まあ、こういった会計コントロールのシステムの必要性っていうのはよりね、まあ、高くなってくるのかなと思いますけどももっぱらね事業部制組織において適用されるって言われると、まあ、それちょっとさすがに言い過ぎだろうと別に職能別組織においても適用されるものになりますから。 ちょっとこの辺りはね表現として強すぎるっていうところで、まあ、誤りということになりますねはい、まあ、過去にもね類似の問題は出ておりましたので、まあ、そこはもう過去問やってた方であればねはっきりと正誤判断ができたのかなというふうには思います、はい、で次の問題中もうこれは先ほど申し上げました通り今回の問題の中で一番計算の問題だと簡単かなと思いますもう何も難しい要素がないと言いますかね まあ自己資本の純利益率 ROE の計算がまずね問われていますけども、まあ、この前期末残高と当期末残高割る ÷2 をしてあげてねこの純資産項目過去自己資本と書いてますけどもこの合計を2で割ってあげて基、まあ、期中の平均残高を分母にとってで分子に当期の純利益18642っていうのをとってあげれば当期、まあの自己資本利益率っていうのを計算することができます。もう一瞬で空欄案についてはね計算ができますんで4.85っていうのを求めることができますね。 で次に自己資本利益率をね総資本っていうのを媒介に展開しようと、まあ、自己資本分の純利益、まあ、これを総資本分の純利益かけることの自己資本分の総資本に展開していこうとで総資本の利益率については、まあ、分母にこの総資本の基中平均残高で分子に純利益、まあ、これで2.40%っていうのが空欄のアスタリスクの値として求まる。 で次に財務レバレッジですね、自己資本分の総資本ですけれども、まあ、通常、貸借対照表項目で計算するものなので、基中平均の残高に着目する必要性がなく、当期末残高ね、使ってあげればいいんですけど、まあ、今回はこの自己資本利益率の展開式の過程で登場する財務レバレッジの計算が問われているので、まあ、この分子分母ともに基中の平均残高に着目をした計算をやってあげる必要性があると。だから、ちょっと数字が汚くて面倒ではあるんですけども、まあ、この 算式に従って計算進めれば倍っていうのが求まりますよとはい、で次10資本の税引き後営業利益率10資本っていうのは、まあ、この総資本からね無利子負債っていうのを引いてあげれば求めることができるんで、まあ、前期末及び当期末の期中平均残高っていうのを求めていただいて、まあ、これを分母にとって分子に営業利益に1引く実行税率を掛け算した値っていうのを取ってあげれば。 4.07%っていうのが求まりますんで、まあ、本当にこれ、時間かからずに、一瞬で回答にたどり着ける内容となっているんで、まあ、5分とかからない問題ですから、まあ、ここなんかは確実に正解していきたいところではあります。はい、よろしいでしょうか。で、次、問題11。まあ、これ一応、正当可能性、こうなんですけど、まあ、面倒ですね。あの資料は少ないんでね、あの着手した方、多いとは思うんですけども。 だいいたこういう感度分析の問題っていうのは、まあ、当,期当期の、ねまあ、こういった PL 項目、まあ、PL に関する情報が示されて、まあ、時期において、ね、そういった変化する要素っていうのを織り込んで、ねまあ、時期の利益計画っていうところを作った上で分析をしていかなければいけないので、まあ、ちょっと手数はかかるんですよね。もう構造的に何も難しくはないんですけども、まあ、いかんせんちょっと計算の手数が多いというところで 落ち着いて対応でできるかかどうかです、ね、まあそこが全てと。で当期のデータについて整理するとこうなりますね。まあ、直接原価計算方式の PL を作ってあげればこうなります。まあ普通にここの資料1番のね、まあ、このデータを整理してもらったらいいだけなんで。でまあちょっと厄介なのが。 まああのー、貢献利益率が割り切れないんですよね。そこがねちょっと計算面倒くさいなって感じるところなんですよね。まあしょうがないんですけどね。まああんまりね予備校の登録とか模試だか模試とかだとねこういうあえて数字をねあの割り切れないような形にして出すみたいなことっていうのは。 あのもちろんやることもあるんですけれども、まあ、そういうねそこはおそらくねあの、まあ、どこの予備校でも同じなのかなと思うんですけどというのもそういう問題出しちゃうとね、まあ、確かにこの手の問題に対する多少体勢はまあ体勢がつくってほどでもないかもしれませんけども、まあ、ちょっとね、あのー、心づもりはできるのかもしれないんですけれども復習の効率が落ちるっていうね悪い面もあるんでね まあそういう計算のね、数値が汚いと復習する時にちょっときに不純物が入ってきてね論点の確認をするときにちょっとやりづらいっていうところがありますからあんまりまあ予備校側としてはね作りづらい問題ではあるんですよねこういう割り切れないような仕様でね問題出すっていうのはまあ、そういったこともあってねちょっとまあ受験生全員まあ、ほとんどの方がそうだと思うんですけどもまあこういう問題はちょっと煩わしく感じるところだとは思いますねただまああちゃんとね、あの 損益分岐点の売上高とかは割り切れるようになっているんで途中でねそういった貢献利益率が割り切れないからといって諦めるんじゃなくてそのまま計算を進めることができたかどうかっていうところが一、まあ、つポイントにはなるのかなとで、まあ、損益分岐点売上高が求まれば、まあ、分岐点比率とか安全油率はね、まあ、簡単に求まるかと思いますんでこれが当期についてのデータ整理とで時期っていうのはね、まあ、いろいろ条件において変更点が見られますんで まあこの販売単価であったりだとか、変動製造原価の単価や変動販売費もそうですけども、まあ、固定費もそうなんですがもろもろ条件の変更というのを織り込んで時、まあ、期のこういった利益計画というのを作ればこうなりますよとで、まあ、この損益計算書のデータというのを前提に損益分岐点の分析やっていただければね、まあ、こういう計算結果になりますよと。 でここまで計算ができれば、まあ、選択肢の「あ」と「う」と「え」については正誤判断ができます。まあ「い」についてはね、まあ、こういった当期の2倍の営業利益を獲得するために必要な販売数量の計算っていうのが求められていますがまあ、計算として問われている内容自体は別に難しくはないと思うんですが、まあ、いかんせん数字があんまりきれいではないので、まあ、そこがめんどくさいかなといつも通りね、まあ、この当期の営業利益の金額の、まあ、この2倍でこれが目標利益になって でそこに固定費を足してあげれば目標貢献利益が求まりますから、まあ、この時期の貢献利益率で割り戻してあげれば目標売上高が求まり、まあ、これを時期の販売単価で割ってあげれば、まあ、この45,515.7っていうのは求まりますので下誤入すれば45,516個っていうのが回答ということになりますから意については正しいということが分かります。はい、よろししいでしょうか。 で次の問題12、まあ、管理会計の分野の理論だと唯一この問題がちょっと正誤判断に悩むんじゃないかなというところで、まあ、正当可能性は中といいう評価をしています。まあ、選択肢の絵はねもう過去に類似の問題っていうのは何回も出てますし、まあ、この原価計算基準の一番の内容が入っていればね、あのー、簡単に正誤判断できると思います。これは含めるっていうのが正しいですよね。 で問題はこの後「意腕まあと」「い」と「う」でどれがね間違いなのかっていうところでなかなか選択肢を絞りきれないところだったのかなと思いますまあ「い」がね結論としては間違いなんですけども予算編成時に前提とした条件が変わったときに予算に期待される、まあ、計画機能を維持するための予算を修正することがあるとこの修正された予算を実行予算と呼ぶと言ってるわけですが。 まあこういうふうにね環境変化に適応させて当初の予算っていうところをね、まあ、これを数値を変えていくと、まあ、それを実行予算って呼ぶっていうこの表現自体は別に合ってるわけですよただ問題はこの計画機能を維持するためっていう言い回しですねここはまあ統制機能っていうところが正しい表現ということになりますと、まあ、実行予算っていうところをね月次の予算とかっていうふうに読み替えていただければ まあその月間の予算のことを実行予算いうことをいう場合もあるわけですけども、まあ、統制機能っていうところを維持するために予算を修正するっていうね、まあ、それがまあ正しい表現ということになりますので、まあ、計画っていうところが誤りですよと。はい、ただまあ少なくとも「E についてね、あのー、ちょっと正誤判断ができないなっていうふうに思ったとしても「まあ,あ」と「う」についてはもう確実に正解というところでね まあ、胃は三角つけて、あとがまるで2番っていうところはね。選べなくはないのかなっていうところですね。はい。よろしいでしょうか？で、次の問題13は資金管理の話で、もうはっきりとあとイが誤りですね。フリーキャッシュフローまあ、財務活動によるキャッシュフローの金額と別に一致するわけではないです。し。まあ、このイについてもね。 流動産から流動差引いて求めた運転資金が増加している場合ね、追加の資金調達をする必要はないなんてそんなことないですからね。はい。だからまああと言えばはっきりと間違いですから、まあウトエもね確実に正解だってことがわかりますんでね。まあこのあたりはもうあのかなり基本的な内容かなと思います。はい。で次の問題十四。まあ経済的発注量の計算ですね。まあかなり久しぶり。 という感じではありますけども、まあ、経済的発注量を計算させる問題で発注量のの計算自体は別にやり方分かっていれば簡単ですねその1回あたりの発注数量を9とかって置いてあげて発注費と保管費、まあ、これを定式化してあげて発注費と保管費の金額が等しくなるような9を求めてあげればそれが経済的発注量になるわけですから具体的に発注費っていうのは1回あたり1万5,000かけることの年間の発注回数掛け算すればいいんで。 万千、まあ、割ることの、Q、ですね、まあ、これで発注回数が求まるとで一方保管費については、まあ、年間の1個当たりの保管費が8千円で、まあ、これに平均在庫量っていうのを乗じてあげればよくて、まあ、この2分の9という形で表される平均在庫量ですねこれを掛け算すればいいとこの式を満たす9を計算すれば300個っていうのが回答ですよと、まあ、これは正解してほしいですねもう経済的発注量に関する計算をね 学んだばかりの方でも全然解けるような内容になってるわけですから空欄ラについては正誤判断してほしいとただ「イ」についてはねこれはちょっとできるできないで差がつく問題かなとは思いますというのも、まあ、回答の方針を立てるのがねちょっとまあ算数チックというか数学チックというかね、まあ、場合分けをして検討しなければいけない問題ということになりますんでね ちょっとそのあたりね、回答方針立てられるかどうかによってね、まあ、正解できるかどうかが決まってきますので、まあ、できなくてもこれはね、しょうがない問題かなとは思います。まあ、特にできなかったことをね、卑下する必要性は全くありませんので、まあ、他の問題でね挽回したいところではあるんですけども、この問題自体はもう間違えても全く問題はないですね。まあ、回答としてこれね、あの、1回あたりの発注数量に応じて、購入代価に対する値引き率が変わってくるので、 まあこの当たりの発注量が何個かによって購入代価も変わるわけですから、まあ、購入代価っていうのもこれ差額原価を構成することになるわけですよだから購入原価とこの在庫関連費用、まあ、つ,つまり発注費と保管費の合計金額ですね、まあ、それが最小化されるような一価当たりの発注量っていうのをまず求める必要性があってこれまず300個の時はどうなのか。 400個の時はどうなのか500個の時はどうなのかっていうところを場合分けすると、まあ、そうするとこの購入代価と在庫関連費用の合計金額っていうのはこうなりますよと、はい、でこの300400500を比べればこの500個の時に、まあ、一番ね合計金額が小さくなっているわけですから まあこの500個以上っていうところがね1回あたりの発注量としては最適化になってくるなってことがわかるんですけどもじゃあなんでこれ500個が答えになってくるのかっていうと、まあ、550個とか600個とか700個とか800個とかっていう可能性だってね0ではないわけですけどもでもちょっと調べてもらったら分かるんですけどもこれ、まあ、700個とか800個とか900個になっても購入代価は変わらないわけじゃないですか。変わってくるのはこの発注費と保管費のこの在庫関連費用なわけですよね。 で、この在庫関連費用についてはこの経済的発注量からどんどん離れれば離れるほどね1かあたりの発注量がどんどん離れれば離れるほど在庫関連費用の金額っていうのは増えていきますんでね500個よりも600個600よりも700700 700よりも800っていう風にどんどん増えていけばね在庫関連費用っていうのはここが増えていきますから500個以上っていうのを想定した時に一番この合計金額が最小化されるのは まあ発注がまさに500個の時なんですよだからもうこれ以上の時、まあ、これを超えた数値の時っていうのは特に検証する必要性がないって話なんですね。したがってこの500個っていうのが空欄のアスタリスクに入るわけですけども、まあ、この時の在庫関連費用も含めた、まあ、購入代価から在庫関連費用の合計金額これとこちらの経済的発注量300個の時のこの金額との差を取ってあげれば。 まあ、回答208万円っていうのを求めることができますんで、まあ、それが空欄い、e、いですよと、まあ、ちょっと難しいですねひらめきの要素が若干いる問題となっていますで次問題15、まあ、これも理論はね平易な問題かなと思います、まあと絵が正解ということになりますね「いとがもう間違いとまあ絵、e、についてはもう「必ず」とかっていう表現も出てきているんでね もう明らかにこれは間違いだっていうふうに判断できた方が多いと思います。まあ、この賞味現在価値法と内部利益率法、まあ、この典型的な投資案っていうのを想定したときにこれが独立投資案の歳費の判断であればねどちらの方法に基づいても、まあ、同じね判断になってくるわけですけど相互排他的投資案の比較になってきますんでね、まあ、例えばそのクロスオーバーポイントが発生するようなケースもあるわけでねその場合っていうのは、まあ、賞味現在価値法と まあ内部利益技術法とで異なる、ねまあ、投資案というのが採択される可能性があるわけですから、まあ、必ず同じ投資案が採択されるというのは、まあ、これ間違いだということになりますそして「う」についても収益性指数法は当然貨幣の時間価値を加味してますよね将来のキャッシュルの割引をしてるわけですからだから「う」については罰だということがわかります、はいまあ、管理会計の理論ね今回比較的 本当に優しいいのかなとは思います。さっきの予算管理のところぐらいだとは思うんですよね。あそこはもう1問間違えてもしょうがないんですけどもそれ以外の3問っていうのはね、まあ、確実に正解できる内容となっておりますのでここはねなんとか1問ミスで乗り切りたいところではありますね。で最後問題16ですね。 まあ業務的意思決定に関する問題で、まあ自制か購入かの意思決定ですね。まあこの問題も一応正当可能性中にはしてるんですけども、まあかなり高よりの中って感じになるかなとは思います。まあ一応ね一番最後の問題っていうこともあって、まあ中という評価をしてるっていうのはあるんですけど、まあ一箇所ね間違いとして起こりやすいのはまあこちらですね。この資料7番の括弧4。 検査作業を2人同時に行う必要性があって1ロットあたり2.5時間必要だと言ってるんですで時給は1.8,000円で2人雇用しているとでこれね 1.8×2.5 時間これが検査コストであるっていうふうに考えてね計算してしまうと間違いなわけですよね。これ2人がおのおの2.5時間作業することになるわけですからね。 2人作業員がいて2人とも2.5時間作業するわけですよ一緒にだから賃金についてはこれは2人分発生することになるわけですよ1 8かけることの2 5時間かけることの2人分、まあ、これで計算しなければいけないっていうのが、まあ、唯一間違いとしては起こるところなのかなと思いますそこだけ気をつけてもらえれば別に1ロットあたりの変動製造原価を計算するとか そ、まあ、そもそも時世案の差額減価を計算すること自体は難しくはないのかなとは思いますんで、まあ、あとはね「案」の計算であれば、まあ、こういう算式を立てて、まあ、計算をしてもらったらいいですし「まあ、い,いの計算の方が簡単かなと思いますけど、まあ、時世から購入,に切り替えるあ購入から時世に切り替えることによって、まあ、いくら経済的に得をするのか、まあ、計算してもらえれば、まあ、75,550,000円っていうのが求まりますんでね。 まあいいの方がシンプルな内容になっているかとは思います、はい。よろしいでしょうか。ただまあこの手のね問題っていうのはちょっと濃くなところではあるというか、まあ CVP 分析なんかもそうなんですけどね、こういう最小の製造数量とかを求めなさいと、まあこれ自省する。 場合っってていいううのののはねねこの固定製造価っていうのが発生するわけで、ね、追加で、ね、だから、まあ、たくさん作れば作るほどあの自生するーが有利になっていくわけですよどっかのタイミングで、まあ。購入するよりもこういった固定費の負担がある関係でねたくさん作っていけばトータルのコストっていうのはいずれ安くなっていくなっていうことはあのこの辺りはね まあ算数とか数学っていうレベルでもないのかもしれないんですけどもあのそういう感覚的なところっていうのがね分かってないと問題のそういったね回答方針っていうのを立てづらいのかなとは思いますんでね、まあ、この辺っていうのは何をやればねそういう力が培えるのかっていうのは、まあ、一概になんとも言えないんですけどねやっぱり元々のそういった受験慣れというかね、まあ、勉強していた方の方がねあの結構有利な。 出し方でではあるんですよね、こういう出し方っていうのはねもともと算数とか数学とかをちゃんとやってた方の方が、まあ、どうしても有利になってくるそういう内容なのかなとは思います。またとは言ってもねそんなに何かすごい応用力が求められてるわけではないのでまあ今回できなかった方はねまたあのそういう経験値をね自分の中に蓄積したんだっていうふうにポジティブに捉えてねまた次回にそれを生かしてもらえればとは思うんですけども。 まあこういう問題についてはね多少受験生間でまあ差がついてくる内容なのかなとは思います。はい、よろしいでしょうか。まあ、以上がね、まあ、今回の本試験のまあ簡単な公表と解説ということになります。で、まあ、今回ね、あのー、まあ受けられてみて、あのー、まあ結果的にねあまり管理会計についてうまくいかなかったという方もいらっしゃるかと思うんですけども。 またその方はね、あの後ほど分析会というのを行いますので、あのそちらの分析会のでまで、まあ、今回の本試験の問題について、なぜ解けなかったのか、まあ、そして、まあ、次回の本試験におきましても、まあ、こういう問題が出てきたときにどう対応する、まあ、対応できるように普段の学習をねしていけばいいのか、そのあたりの今後の対策についても、分析会の方でお話ができればなというふうに思いますので、まあ、ぜひともね、そちらの,あの、まあ、動画の方ね、またご覧になっていただければなと思います。はい それでは管理会計の方からは以上となりますので、えー、皆さん、本日はえ大変お疲れ様でした。ぜひ、ね、今日はあのゆっくり休んでいただければと思います。それれでではまたた。皆さんお疲れ様でした